挨拶。楽大ホールでーす。大丈夫。あ、これ今こだ、桜先輩。見えばね、自分の一番見えるところに合わせちゃってよ。そうじゃ見えてる？見が打てる。はい。お久しぶりでございます。一年ぶりね。私たちもこんなに休むとは思ってもおりませんでした。あ、こうやって、子どもたちの成長を期待をしながら私たちも後世につなげたいと思っております。今後ともどうか一つよろしくお願いを申し上げ挨拶いたします。今日は誠にありがとうございます。ありがとうございます。